カルナーロイタリア市政府は、ガブリエレ・ダンヌンツオラのグループがフィウメを占拠して建国した国家。カルナーロは、フィウメが面するクバルネル湾のイタリア語名。フィウメは当時オーストリア・ハンガリー帝国領であったが、イタリア系住民が多数居住しており、イタリア王国は、いわゆる未回収のイタリアの一部と考えており、第一次世界大戦への参戦動機の一つとなった。 1918年、オーストリア・ハンガリー帝国は連合国との休戦を行うこととなり、フィウメはフランス軍とイタリア軍の占領下に置かれた。10月30日、フィウメのイタリア系組織、イタリア・フィウメ民族会議がフィウメのイタリアによる併合を宣言したが、連合国には影響を及ぼさなかった。1919年1月から始まったパリ、講和会議では、 イタリアの要求する未回収のイタリアの獲得はほとんど達成されずフューメもセルビア人クロアチア人スロベニア人王国への編入が決まったこのことはイタリアの官民にとって不服であり6月下旬からはフューメを占領していたフランス軍とイタリア軍の間で衝突が発生したこれを見た連合国調査委員会は駐留イタリア軍の大幅な削減を指令 9月11日、ダンヌンツヨは、ロンキ・デイ・レジョナーリに集まった義勇兵と共に、フィウメを目指して、行進を開始した。翌12日、2600人に膨らんだ義勇兵は、フィウメに入場し、連合国軍を追い出した。ダンヌンツヨは、司令官として、フィウメの独裁統治を開始した。イタリア王国政府とフランチェスコ・サベリオニッティ首相は、この選挙を認めず、 海上と陸上を封鎖して、フィウメの経済封鎖を図る一方で、ダンヌンツオとの和平交渉も行っていた。しかし連合国の手前、ダンヌンツオの要求するフィウメのイタリアによる併合には踏み切れず、両者の交渉は完全に膠着状態となった。この間連合国はアメリカ主導で朝廷案を作成し、20万人のユーゴスラビア人と4万人のイタリア人が含まれる、 干渉国家としてのフィウメ自由国家の樹立を主眼とする覚書を10月27日にイタリア王国政府に提示した。イタリア王国政府はロンドン条約の境界線に基づく自由フィウメ国家の成立を認めるが、イタリア人の権利とフィウメの自治権を強化する反論を1920年1月6日に提示した。その後英仏とイタリアは協議して合意案を作成したが、 セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国が、この合意案を拒否したため、事態は暗礁に乗り上げた。一方、フィューメイでは、イタリア政府の和解案の是非を問う、住民投票が12月に開催され、圧倒的多数で採択された。しかしダンヌンツヨは、この和解案を拒絶し、独裁色を強める一方で新たな計画を模索することになる。 フィューメで使用されたダンヌンツヨの肖像を切って1920年1月11日、ダンヌンツヨは巧妙なサンディカリストでイタリア会議員のアルチェステでアンブリスをフィューメ司令部の内閣主犯に任命し、フィューメの統治形態を一新することとした。デアンブリスはベニートムッソリーニと地域であり、ダンヌンツヨとデアンブリスの関係を取り持ったのはムッソリーニであった。 しかしこの背景には、ダンルンツィオが、フィウメから、ローマ進軍することを恐れた、ムッソリーニの策謀であるという指摘もある。デアンブリスは、早速フィウメの憲法策定に取り掛かり、3月18日に、ダンルンツィオに、憲法草案を提出した。デアンブリスは、フィウメのイタリア併合は、現状では、不可能であると考えており、暫定的に、フィウメを、 共和国として成立させるという方策を取ることにした。ダンルンツヨは憲法草案を部分的に修正し、デアンブリスの草案では国名はカルナーロ共和国であったが、ダンルンツヨが決めた国名はカルナーロイタリア執政府であり、あくまでイタリア王国のもとに属するべき存在であった。1920年の春頃には選挙初期の側近であった。 国家主義者や将校は姿を消し、デアンブリスら左派、サンディカリズム経営の人物がダンヌンツ用の側近を占めるようになったこともあって、その他の条文にはサンディカリストとしてのデアンブリスの思想が強く反映されているが、ダンヌンツ用の哲学的、有意義的な主張も盛り込まれている。しかし大議員や経済評議員の開催期間が極めて短期間であるなど異常なほど、 楽観的な憲法であった。またこのカルナーロ検証が、後のファシスト等に影響を与えたという見方もある。11月12日、イタリア王国政府はもセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国とラパド条約を締結し、フィーメを自由としかする約束を取り付けた。ジョバンニ・ジョリッティ首相は、ダンヌンツヨラの即時退去を要求したが、シ政府ーフ政府はこれに応じなかった。 12月24日から5日間、イタリア王国海軍の軍艦がフィウメへの砲撃を開始し、25名の死者を出した。12月30日、イタリア軍はフィウメを占拠し、断念強は降伏文書に署名し、1921年1月18日にフィウメを出た。これにより、自由都市フィウメが成立した。1924年1月27日の、 ローマ条約締結により2月22日にフィルメはイタリア王国に併合されることとなる。ありがとうございます。